載小笠原です。小笠原丸の入港時刻についてお知らせいたします。本日の小笠原丸の入港時刻は昨日立山港に寄港しましたので、お昼の12時20分お昼の12時20分の予定です。乗船客数は589名です。なお母島行き母島丸は午後1時父島発となります。東京からの定期船小笠原丸は間もなくいたしますと東桟橋に入港接岸となります。小笠原丸が接岸作業に入りますと桟橋内は大変危険です。お出迎えのお客様はお足元の黄色い線より下がってお待ちください。なお本日の母島行き定期船母島丸は13時の出港予定です。
出迎えの皆様に到着便のご案内を申し上げます。東京からの立山紀行定期船小笠原丸は間もなくいたしますと東山橋に入港切断となります。小笠原丸が切断作業に入りますと桟橋内は大変危険です。お出迎えのお客様はお足元の黄色い線より下がってお待ちください。なお本日の母島行き母島丸は小笠原丸の入港遅延に伴いまして運航時刻を13時、午後1時に変更いたしまして出航予定です。本日は海峡不良により小笠原丸の到着が遅れましたことをお詫び申し上げます。
こちらは小笠原防犯協会小笠原警察署です。ご来島の皆様、竹芝から1000キロの長い船旅お疲れ様でした。現在小笠原では全国地域安全運動に伴い特別警戒を実施しています。世界遺産の小笠原で皆様のご旅行が楽しい思い出となるよう、守ろうよ私の好きな町だからをスローガンに、犯罪の被害防止、海山での事故防止を呼びかけています。皆様のご協力をお願いします。これから観光する際には貴重品は肌身離さず管理をお願いします。キャンプ、野宿、焚き火は禁止です。世界遺産に指定されたここ小笠原では指定動植物の捕獲、採取等の行為、サンゴ礁などの特殊地形を壊す行為は禁止です。またゴミの投げ捨て、吸殻、空き缶、ペットボトルのポイ捨ては絶対にやめてください。ルールを守って小笠原の観光と大自然を満喫してください。また何かあればすぐに110番をお願いします。